儒教の始祖、孔子儒教は、孔子を始祖とする、思考、信仰の体系。紀元前の中国に起こり、東アジア各国で2000年以上にわたり強い影響力を持つ。その学問的側面から、儒学、思想的側面からは明教、霊教とも言う。体制者の孔子から、穴教、孔子教とも呼ぶ。中国では、哲学、思想としては、 儒家思想という、中国やその周辺の東アジア諸国で信仰研究されていた宗教、または学問。一般に、孔子が創始者と目されるが、古代から伝わる神話や制度、宗族などの集合体である。孔子以後は、継書の解釈を行う学問、または、社会規範や宗族として行われた。アニミズムやシャーマニズムを背景に成立し、当衆、 春秋時代に、牢の孔子やその後の儒者によって自覚された。主な教義として、行春、文部、修行の古の政権の政治を理想として、主来を復活させることや、家族や、君臣の秩序を守ることなどが挙げられる。孔子やその弟子たちの教団は、儒家と呼ばれ、諸子百科の一つに数えられる。また、儒教を、自らの行為規範にしようと、 儒教を学んだり、研究したりする人のことを、儒学者、儒者、儒生などと呼ぶ。孟子は徳によって天下を治め、武力による波動を批判し、禅城と法罰により、歴史が推移してきたとする、徳治主義を主張した。時の遺跡者に、放火、老僧思想や、道教などが信仰されたこともあり、儒教は弾圧されることもあったが、全官になると保護され、新。 五感で国境とされた。東代には仏教が広く信仰され、再び影を潜めた。宋大には朱子学が起こり、より哲学的な総明きら理学体系が生み出された。朱子学は政治と密接な関係を持ち、修古知人や修身、聖火、遅刻、平殿下、形成催眠といった教えがあり、科挙受験のために必要不可欠となった。 儒教の経典は、易、書、詩、礼、楽、春秋の陸芸である。春秋時代になり、詩、書、春秋の三経の上に、礼、楽の二経が加わり、五経になったと言われる。詩、書、礼、楽の四経については、春秋を教えうるに礼学をもってし、冬夏は教えうるに師匠もってす。来期、王政における、王政に曰く、楽勝、四術を、 高守備四教を立つ。先王の、師、書、礼、楽に従いて、もて師を作りすという記述がある。孔子は老単に次のように言ったとされる。孔子は、師書霊学の四教で弟子を教えたが、三千人の弟子の中で陸芸に通じたのは七十二人のみであった。漢の武帝の時、権領文学の師で挙げられた、当中女は儒学を正当の学問として、 五経博士を設置することを検索した。霊帝の時、書字を集めて、五経の文字を肯定、王の学ぶの問題に設計を立てた。この時作られた北平設計は183年に完成し、易教、儀礼、小書、春秋、供養露子論語の七経からなった。手記相代に、手記が、来期のうちに辺を、大学、中央として独立させ、論語、 にに並ぶ4書の中に取り入れた学問は必ず大学を先とし、次に論語、次に申し、次に中庸を学ぶ。これを同等説という。手記は大学の内容は順序、次第がありまとまっていて理解しやすいのに対し、論語は充実しているがまとまりがなく、最初に読むのは難しい。申しは人心を感激。 発奮させるが教えとしては孔子から抜きんでておらず、中央は読みにくいので三章を読んでからにすると良いと説く。儒教は、五条という特性を拡充することにより五輪関係を維持することを教える。この他にも、中義孔、定という教えもある。小曰く、死に起こり、霊に立ち、楽になる。孔子曰く、霊に、膝れば見ることなかれ、霊に、 日ざれば聞くことなかれ、礼ひざれば言うことなかれ、礼ひざれば動くことなかれ。主来は五礼いて、つまり、吉礼、凶礼、貧礼、軍礼、家礼です。吉礼によって、国家の天神、祖礼、知人を、祭り、凶礼によって、国家の苦難を相対し、救う。貧礼によって、周王室と他国あるいは国家間を、友好親善たらしめ、 軍令によって国家同士を強調させ、かあやによって万民を互いに和合する。五礼のうち、特に、ヨシアや、教令華レなどを中心として取り上げ、因州信仰や、古来の州族論語に、岩塩、国をためんことを問う。恋岩く夏の時を行い、因の炉に乗り、州の弁を服し、という記述がある。孔子が、州の弁を模範としているのだ。 また、同じ論語の大白編には、普段の衣服を質素にする代わりに、祭礼用の衣服を豪華にした魚を褒めている。液鏡に皇帝行春衣装を垂れて天下収まるは、けだしろを健康にとるとある。犬とは天、羊猿とは、地のことであるから、健康とは天地を意味している。では、天地とは何色であるのだろうか。収益羊猿家に、天は弦にして地は、 とあるつまり、天の色は赤黒く、地の色は黄色いとされていたのだ。ゆえに、祭礼用の衣装である、弁服の衣は赤黒く、もは黄色くされていたのである。また、諸教には、愚孔の衣服についても書かれている。日月精神三流家中、総常、も彦米不仏の十二である。それが、腰複製の始まりである。この、無理度は、 冷静に取り入れられ、儀礼の表現形式として、中国の遺憾服制度はさらに複雑化していく。A. 広氏、漢球儀屋王、小、漢官儀をはじめとして、白古道吉衣装編や、釈名釈衣服、独断巻家、公式語干渉、俗漢女腰福史などの中に、官代の衣服一般に関する制度が記録されているが、それらはもっぱら苦行。 百0の社外や勘弁を中心としたものである。儀礼士官礼、模服や、修羅や宮司やも、東宮し武区など、また、来期冠無理ただし、クラギなどの各編は、集大の服装に関する制度である。中国では、現在においても、孔子を数形する人は多い。中国の各地に、孔子を祀る病がある。これを、文病といい、孔子病、穴病、 風刺病とも言う。中国国内の孔子病の多くは、文化大革命時に破壊されたり損傷を受けている。日本でも、江戸時代に、幕府が儒教を学問の中心と位置づけたため、儒教を抗議した幕府や、各藩の学校では孔子を祀る病が建てられ、数計された。湯島聖堂が、その代表である。儒の起源については、古敵が、 院の移民で礼を教える詩として、以来、様々な説がなされてきたが、近年は、冠婚葬祭、特に早々儀礼を専門とした集団であったと、するのが一般化してきている。東洋学者の白川聖は、紀元前、アジア一帯に留布していた、シャーマニズム及び死後の世界と交通する、不祝を、呪の母体と考え、そのシャーマニズムから、 祖先崇拝の要素を取り出して霊教化し、人愛の理念を持って、当時、身分性秩序崩壊の社会混乱によって、解体していた古代社会の道徳的、宗教的再編を試みたのが孔子とした。眼界春秋時代の終末に高級は露国に生まれた。当時は、実力主義が横行し身分性秩序が解体されつつ、あった。宗書への復興理想として、 身分性秩序の再編と人道政治を掲げた。孔子の弟子たちは、孔子の思想を報じて、孔子教団を作り、戦国時代、儒家となって、諸子百家の一家を成した。孔子と弟子たちの語録は、論語にまとめられた。孔子の弟子は三千人おり、特に、身の陸芸に通じる者として七十師がいた。そのうち特に優れた皇帝は、アナモン・ジュアキラと呼ばれ。 その才能ごとに、以下の四下に分けられている。その他、孔の実践で知られ、公共の作者とされる、宋三がおり、その弟子には、孔子の孫で、中央の作者とされる志士がいる。孔子の死後、儒家は八杯に分かれた。その中でも家は、生前説を唱え、孔子が最高の特目とした一氏に加え、実践が可能とされる、特目義の思想を主張し、 純教は、昭和る説を唱えて、礼事主義を主張した。歌、書、礼、楽、駅、春秋といった、宗の書物を六教として、儒家の経典とし、その儒家的な解釈学の立場から、来期や、駅伝、春秋差し伝、春秋供養伝い、春秋国領伝といった、注釈書や、論文集であるつてが整理された。昭和説を唱えた純子。 その思想は、放火の漢彦や、同じく放火で、真の上昇である李氏に批判的に継承された旗は、昭和の変法によって、伝統で、士族社会を解体し、反彦に代表される放火思想によって、中華統一の基盤を整備した。始皇帝が六国を滅ぼし、中国を統一すると、放火思想を尊んでそれ以外の自由な思想活動を禁止し、 噴書工事を起こした。ただし、博士官が保存する書物は除かれたとあるので、儒家の継承が全く滅びたというわけではなく、祖官の戦果を経ながらも、官に伝えられた。また、噴書工事以降にも真に使えていた儒者もおり、例えば、祝孫通は最初真に使えていたが、後に、官に従ってその霊性を整えている。当中女賃章、五皇の乱語。 公務を倒して、中華を再統一した劉邦は、漢を建国した。そして、地域差のある種族性解体に対応するため、軍国性を採用し、功労思想によって、民力の急速を図った。この政策は、文帝、京帝にも引き継がれた。同化系の功労思想が流行る中で、祝孫通が、漢の宮帝儀礼を定め、陸家が、南越王を調校させ、複製が、 今文少を伝えるなど、旗の統治下にありながら、樹を保管していた学者たちが活躍した。文帝の元では海義美が活躍した。武帝の時、漢は郷土から火災四軍を奪うなど、積極的な政策に転じ、無意を尊ぶ、功労思想は衰退し、代わって樹者が徴用された。藩個、漢女によれば、樹者当中女は、 五教博士を設置することを検索した。武帝は、この検索を入れ、県元五年、五教博士を設けたという。武帝の時に、受学者が台頭したのは事実であり、受者で、初めての上昇の高尊広氏のように、武帝の好む、放火思想を受教でコーティングするものが登用された。また、五教博士が設置されたことで、儒家の継承が、国家の公認のもとに教授され、 儒教が感覚化した。同時に、儒家官僚の進出も徐々に進み、全巻末になると儒者が多く重心の地位を占め、上昇も儒者が独占する状態になる。全巻の計画は一教専門であり、流派をもんじて、主から伝えられる家法を守り、一時一句も変更することがなかった。選定の時には、教門の移動や教説の違いを論議する、 医師許可区会議が開かれている。この会議で、春秋では、九葉家に対して、国領家が優位に立った。当中女ら九葉家は、恩苗五行思想を取り入れて、天神相関の再説を説いた。前巻末には溶悠が現れ、儒教検証のために、液教を模した、大言や、論語を模した、方言を著作している。こうして儒教は権力にすり寄り、 天という人格的な主催神を持つ宗教へと変貌した。前巻末から五感、蔡異思想、神秘主義により、書を解釈した抜き書きが流行した。抜き書きは七教に対して七、抜きが整理され、予言書、新書、図心と合わせて真意が成立し、新たな王網も五感の後部帝も盛んに利用した。一方、簡単。 大光みら無心論者の思想家を唱え、合理主義的な立場から真意を非難した。全館から、五教博士たちが使っていた五教の写本は、寛大通行の霊書体に書き写され、今文行と言われる。これに対し、公私旧宅の壁中や民間から破体前のテキスト、古文行が発見された。全館末、竜が古文行を、学館に建てようと、 根文計画と学派争いを引き起こした。平三角の時には、春秋差し伝、一礼、孟子、古文章書が、新朝では、週刊が学館に建てられた。五刊では、古文業が学館に建てられることはなかったものの、民間において、経伝の訓古解釈学を発展させて力をつけた。小帝の時、今文教の写本の移動を論じる。 百古館会議が開かれたが、この中で古文学は、攻撃にさらされながらも、その解釈がいくらか採用された。この会議の記録は半古によって、百古道吉にまとめられた。古文学は、今文学が一教専門で下法をカタクに遵守したのに対し、六教すべてを研修し、時には今文学など多学派の学説を取り入れつつ、継承を、 総合的に解釈することを目指した。花王寺は、差し伝をシニと結びつけて、官王朝寿命を説明する書だと検証した。その弟子、巨神は、説問開示を表して今文による、文字解釈の妥当性を否定し、古文学の発展に大きく寄与している。バトールは計画を総合して、金古文を設置する、方向性を打ち出した。その弟子、 提言は三礼中を中心に、五教全体に矛盾なく貫通する理論を構築し、寛大計画を集大成した。今文学では、古文学説の弱点を研究して反駁した。リークは、南差し日によって、差し学を批判し、百古間会議に参加して、下記を攻撃した。何級は、白学をもって、供養を伝いに中を作り、春秋供養解雇にまとめた。 供養牧師を著作して、供養学ぶを検証するとともに、差し高校を著作して、差し学を攻撃した。一で、主来を、六国陰謀の書として知りけた。何九は提言によって論爆され、以後、今文学に大師が出ることもなく、今文学は古文学に押されて衰退していった。銀に入ると、王宿が提言を反爆して、ほぼ全教に中を作り、 その教中のほとんどが義の学館に建てられた。王宿は公式語を偽作したことでも知られる。精神では森代が春秋差子伝に宙して春秋経伝集下を作り、独自の春秋吉令を作って左伝に基づく春秋学を完成させた。春秋国領伝には藩安氏が宙を作っている。玄学この時代老僧思想と 駅に基づく弦楽が流盛した。弦楽の側からも、儒教の継承に宙を作る者が現れ、王室は筆駅に宙して、収益宙を作り、カーンは、論語宗下を作った。呉には今文申し益を伝えた、愚本、国語宙を残した、イアキラがいる。聖神末には、英下の乱が起こり、これによって今文経学の多くの伝承が途絶えた。当身になると、 英華の欄で防逸していた古文章書に対して埋め、が、アナアン国伝が付された古文章書58編なるものを創造したが、真の縁和歌によって偽作であることが証明されている。この偽公伝が、提言中と並んで、学館に建てられた。南北朝時代、南朝の儒学を南学、北朝の儒学を北学という。南朝ではあまり儒教は振るわなかったが、 南朝張の武帝の時には、五教博士が置かれ、一時儒教が、盛んになった。南学では、騎心の学風が踏襲され、孟子、三礼の提言中以外に、収益は、王室中、少々は、偽高伝春秋は森や図中が尊ばれた。あまり家法に関わることもなく、弦楽や仏教理論も取り込んだ思想が行われた。 この時代、仏教の経典解釈学である義書の学の影響を受けて、儒教の継承にも義書が作られ始めた。ただし、儒教では、漢義の宙について、さらに注釈を施すといった、訓古学的なものを、書と呼ぶようになっていった。南朝両の日の、少書義書や公、ただしの、論語義書があるが、少書義書は、北方に伝わって、北学でも取り上げられ、 当の、少書正義のもとになり、論語義書は防一することなく、現在まで伝えられている。北朝でも、仏教、言学が流行したが、割合儒教が盛んであり、特に、北州ではその国名が示す通り、周王朝を理想として、儒教を検証し、仏教を抑制した。北朝では、五漢の古文学が行われ、収益、少書、孟子三類は、 提言中、春秋差し伝は、五漢の福剣の中、春秋供養伝は、五漢の何級の中が尊ばれた。その学風は、保守的で、旧説を覆すことなく、小区訓子の学を牧主した。北儀には、女子高う明がおり、劉健氏の、孟子を除く計画はすべて彼の門下から出た。その門下に、北州の熊谷生がおり、 とりわけ三例に通じて、来期議書などの著作がある。熊谷生の文下からは、隋の二大学者である劉劉が出た。北朝系の隋が中国を統一したので、隋発の儒学は北学中心であったが、陽大の時、劉劉の二劉が出、日の、少書議書を取り上げたり、南学系の中二議書を作ったりして、南北の儒学を総合した。劉の御教技、教 竜の春秋術儀、少書術儀、孟子術儀は、等の五教正義の定本となった。在野の学者に、大通がいる。彼は自らを修行から講師への学等を継ぐ者と、辞任し、六教の続編という、俗教を作った。偽作、純色説もあるが、論語に偽した、中説が現存している。東末、高盲道討論が起こる中で再評価され、 関与の先駆者として位置づけられた。その呪物道三教技術の立場、自らを儒教の作り手である聖人とする立場が、後の総額に影響を与えた。隋の文帝は初めて家教を行い、従来の貴族の指定が管理となる体制から、試験によって管理が選ばれるようになった。これにより、儒学者がその知識を持って、管理となる道が広がったのである。 唐が中国を再統一すると、随のに竜が示した南北儒学統一の流れを国家事業として推し進めた。随末混乱期に散逸した継承を収集、肯定し、上岸7年には、カオシイニシエが五教を肯定した五教定本が反布された。さらに、上岸14年には、公営脱を責任者として五教の中層をまとめた五教正義が、 選定されたに完成。英記念館には、下記美彦に、主来書、儀礼書を選定させている。これにより七教の正義が出揃い、関東君古学の成果はここに極まった。こうして正義が確定される一方、中東になると、中祖批判の動きが生じた。春秋では男女、超ただし、陸順が、春秋三伝は、春秋を中するものではないと会議を述べ、 特に、佐殿を排斥した。収益では、立家内祖が、王筆中の義理役に反対して、提言をはじめとする寛大増数役を伝えた。司教では、関油戦と固くされる、死の定義が、死女の小夏政策を否定している。東大は一概に、仏教流星の時代であったが、その中にあって、儒教会期を唱えたのが、関油やり立ちである。関油は、著書。 言動で、行春から講師、申しまで耐えることなく伝授された仁義の、道こそ、仏教、道教の道にとって変わられるべきものだと主張している。理は、また聖書において、聖は、本来的に善であり、その聖に服することで聖人になれるとした。その副聖の教えは講師から伝えられて詩士が、中央47編にまとめ、申しに伝えられたが、 旗の噴射工事によって失われ、道教、仏教が流成するに至ったのだと主張している。彼らの、道の伝授に関する系統論は、壮大の道統論の先駆けとなった。彼らは、文学史上、古文復興運動の担い手であるが、古文運動家の、いわゆる、文とは、初め道の道具であり、文章の字面ではなく、 そこに込められた道徳的な精神こそが重要であるとして、教門の一時一句にこだわる中祖の学をも批判した。このことが、宋代の新しい計画を生む要因の一つとなった。また、唐代は、儒教、仏教、道教の三つが定立していることから、三教定立時代とも呼ばれており、流石は、仏教、 儒教の教養を合わせ持った思想との交流が深かったことや、当時の朝廷では、道教が優遇政策が取られていたが、元宗は、道教の、老子仏教の、金剛般若教儒教の、公教の注釈書を着するなどをしたことから、この三教定律時代は、人的にも、思想的にも実り多い交流が行われていた時代であったと言える。 宗ははじめ等の継承を目指し、儒学でも、中祖の学が行われた。上高志義の、三礼図経平孫らの、公共書、論語書、自画書がある。南宋になると、関東の中祖に、この三書と、申し書が加えられて、十三教中祖がまとめられた。また、壮代では、修来が、過去の王朝と比較しても知識人たちの関心を引いた。 宗八三先生の一人の関助は、主来を大義名分を説く、春秋と共に万世の大典とした。また、主来は過挙制度の改善にも利用された。闘争八大家の一人であった、王陽治は、主来の、教民、工学、命師の方に対して深い共感を持った。同討論しかし、宗の天下が安定した、人宗の時になると、 トーマツの古文復興運動が共感され、関東時代は否定されるようになった。関東時代には細々と伝承されてきたとする講師の道に対する系譜が作られ、事故をその最後に置く道等論が盛んになった。例えば、古文化の流解は、講師講師十二師溶湯漢与の系譜を提出し、関助はこれに隋の大通を加えた。ここに、 孟子の再評価の動きが起こった。創発、孟子を評価する者は少なく壮大前期の激しい議論を経て、その評価が確定された。王安石は、過挙改革で、従来の公共自我に代わって、孟子を挙げ、南宋になると孫千と固くされて、孟子中祖が編まれている。人生論としても、伝統的な生産主な説から、 生前説が主張されるようになっていく。逆に昭和ル説の巡視や生前悪根説の要有は評価の対象から外されていった。関東君古学の語義のみを重視する解釈学を批判し、その中身である道徳精神を重視する学問が打ち出された。古縁孫福、関助は人義礼学をもって学と試し、 後に、王陽治によって、総発三先生と称されている。神学、神相の時になると、このような前人の主張を総合し、体系的な学問が新たに創始された。その代表が、王安石の神学である。王安石は、主来、司教、諸教に注釈を施して、三教神義を作り、さらに神学に属する学者たちが、他の継承にも、 中を作った。これら新中は学校に反布されて、科挙の国定教科書となり、総代を通じて、広く読まれた。王安石は、特に、宗官審議を重んじ、主来に基づく、中央集権国家の樹立を目指し、様々な新法を実施した。進学に異義を唱えた者に抵抗、歩道都外らの落学、祖職、祖哲らの食学、蝶はじめらの漢学があった。 12世紀を通じて、これらの学派は激しく対立したが、難宋になると、進学優位から次第に、同学優位へと傾いていった。あまネ論この時代、天をめぐる考え方に、大きな変化が現れた。それまでの天は、人格的であり、意志を持って、人に懲罰を下すとされたが、壮大以降、天は意志を持たない自然的なものであり、天と人とを貫く法則に、 ただ理があるとされた。その宣弁をつけたのは、中東の竜草原の天節、竜虚の天論であり、北宋においては、王洋治の新登場五行詞、王安石の後半殿、歩道都外の春秋殿などに見られる。歩道都外のり、抵抗の天理は、後の手記に影響を与えた。このような転換の変化によって、液境を中心として、 新しい宇宙生成論が展開された。商用は、先天図を作って、数で、宇宙生成を説明し、シュトニには、対極図に基づいて、対極図説を表し、無極対極陰陽五行万物化成の、宇宙生成論を唱えた。また、超はじめは、対極即季節を唱え、気が離散して流動性の、高いあり方を、対極、気が。 行固停滞してできているものを万物とした。この木には単なる宇宙論にとどまらず、道徳的な性が備わっており、大挙の状態の性を天地の性として本来的な優れたものとし、万物の状態の性を気質の性として劣化したものとした。こういった闘争変革期のパラダイムシフトは難層になると体系的な思想として総合され、 朱子学が形成されることになる。南宋時代宋代は北方を近代に占領され、南渡しすることになった。この時代、在朝在野を問わず、神学と落学が激しく争った。南宋初、歩道都外の時期で死である、幼児は、北宋亡国の責任は、王安石の神学にあるとして下挙に、王安石の解釈を用いるべきではないとに、言し、 三景義弁を表して、三教審議を批判した。歩道都外に思縮した、韓安国は、春秋に中して、古史春秋伝を表し、主来に基づく神学を批判した。車両佐の弟子である、主神は、商用の、工玉形成書、周富の、通り書といった、増数駅と、停止駅伝や超はじめの、正毛といった、義理駅を総合して、環状駅伝を表し、 王安石や祖食の疫学に対抗した。進学を重んじた重鎮、深海の死後、構想によって、進学の地位は相対化された。手記手記構想の時には、後に、朱子学と呼ばれる、学術体系を構築した手記が現れる。落学の後継者を辞任する手記は、心の収容を重視して、緻密な理論に基づく、方法論を確立した。彼は、 幼児の祭典弟子という利との出会い、韓国のこの小博氏の学を受けた長との交友によって、心の構造論、収容法への施策を深め、40歳の時、はじめの言葉という、心は、生と上等を滑るとほど外の、生即理による定論を得、一家を成して、学を起こした。宇宙構造を力二元論で説明し、心においても、刑事上学的な、 理によって規定され、人間に普遍的に存在する、生と、気によって形作られ、個々人の具体的な現れ方である、情があるとし、孟子に基づいて生は、絶対的に善であるとした。そして、その、生に立ち戻ること、すなわち、理を体得することによって、大元が得られ、万事に対処することができるとし、そのための心の収容法に内政的な、 い、高氏と外界の観察や読書による、格物等を主張した。計学では、五教を学ぶ前段階として四書の学を設け、四書失中を表した。さらに、液教には教を、占いの書として扱った、収益本義、死教には、必ずしも、霊教的解釈によらず人の自然な感情に基づく、解釈をした、死終伝、霊には、 儀礼をたとし、来季をつてとした、儀礼経伝通会を表した。諸教には、弟子の最鎮に、諸修伝を作らせている。主記の弟子には、木、助広・ヒロ、の疫学を検算した、西本佐だと、諸修伝を編算した、最鎮父子北京時義に、主記の用語を辞書風にまとめた、鎮圧師などがいる。同時代、 栄光学派の賃料や栄科学派の破敵は、成人の道は国家や民衆の生活を利することにあるとすること向の学を唱えて自己の内面を重視する手記を批判した。構成学派の陸球淵は、心の構造論において手記と考えをことにし、心即理説に基づく独自の理論を展開した。手記、陸球淵の両者は直に対面して論争したが、 結論は全く出ず、互いの学説の違いを再確認するに止まった。また、手記は継承を用いて、過去制度を批判した人物としても知られていることから、教育分野に対して積極的に取り組んでいた人物であると言える。手記は過去を、ただ暗記するだけの学問であると批判した。というのも当時の過挙は、五教正義という東大に成立した国の注釈書 暗記することが、過挙の対策であったためである。手記は、学問には、過程があるとして、日常的しつけから、理論及び社会的行動へという過程を定めさらに、そのためのテキストも定めた。その内容は8歳で学ぶ段階では、小学を15歳以降は、4章と、5教を定めた。同学陸旧淵の学は、秋代の大森人によって検証され、 神学の系譜に入れられた。この時代、落学の流派は、手記の学を含めて、同学と呼ばれるようになり、一世を風靡した。一方、帝将をこう進む、む低広政らが、啓子の交渉をもって、学とし、同学と対峙している。根井隆氏の軽減三年、外籍の官歌部とが、最小の長男児愚に組みする一等を、 権力の座から追放する軽減の闘金が起こり、長南寺具、周筆代、手記、放亀年陳風良蔡元貞らまら59人が金庫に所された。その翌年、偽学の金の御事乗りが出され、同学は偽学とされて、弾圧を受けることになった。手記は、軽減6年、逆闘とされたまま死去した。偽学金令は家庭4年に解かれた。 李修はその病号、理事が示す通り道学を好み、手記の門流、義量王、新徳州らが活躍した。新徳州の大学演技は、後世帝王学の教科書とされている。土州の時には、講師秘書の後進、玉界、音楽気分で知られる王王林がいる。いずれも、手記の門流で、学術的な方面に大きな役割を果たした。従来、 近代では、同学は行われず、モンゴルの捕虜となった、重複が、ヨークルル、大位中に伝えたことによって、初めて同学が、北伝したとされてきたが、現在では、金でも同学が行われていたことが知られている。現代、ヨークルルから学を受けた元校が出て、朱子学が大いに盛んになった。元は、当初、金の継承を標榜しており南宋は、意識されていなかった。 巨構は、クビライの近似にまでいたり、朱子学を元の宮廷に広めた。南人では、ご清志が出て、朱子学を大いに普及させた。彼は、朱子学にも誤りがあるとして、リギロニア大極論の修正を行い、陸球淵の学の成果を積極的に導入している。巨構とご清志の二人は後に、元の二大従者として、北元南呉れと称された。 現代、科挙で一大改革が起こった。肝心採用の科挙において意挙すべき注釈として、13、共中祖と並行して、朱子学系統の注釈が選ばれたのである。これによって、朱子学の体制教学化が大いに進んだ。また、近代に成立した、全身教においては、儒教同教仏教の一致を唱えており、儒教的な特目をも取り込んでいった。 このような宗教が広まることで庶民の間にも、その宗教は広まっていく。民を起こした大祖、主元省のもとには、劉始や総連といった同学者が集まった。劉始は,は、民の科挙制度の制定に取り組み、出題科目として4章を採用し、また主権に使う文章に後に言う、八個文の形式を定めた。総連は、明朝の冷静の制定に尽力した。 総連の学生には、見文帝に仕えて、英楽三角に仕えることを、潔しとしなかった、片公寿がいる。英楽三角は、小広しらに、同学の文献を収集させて、百科事典的な、四書大全、五教大全、整理大全を編纂させ、広く、学校に反布した。この三書は、その粗雑さが欠点として挙げられるが、 一書で同学の諸説を閲覧できる便利さから、科挙の参考書として広く普及した。四書大全、五教大全の反布により、科挙で意挙すべき教を、ただし解釈に、十三教中祖は廃され、朱子学が、大正教学となった。秋与前期を代表する同学者として、説、クレア大筆が挙げられている。説は、主記が、リ先記号とするのに対して、 理義相則を唱え、また、格物と、伊高氏では、伊高氏を重んじた。呉与アタは、主記の理論の枠内から出ず、もっぱらその実践に力を注いだとされるが、その門下から、古巨、人、トシ、老龍、鎮魂賞が出た。古居ヒトは、排他的に、朱子学を信奉し、その順化に努めた人物である。老龍は、伊高氏と著書による実践を重んじたが、 古巨人にその額は、陸急淵の額で、継承解釈も、主観的だと、非難されている。陳根賞は、星座をもんじたことで知られており、古巨人氏からその額は善だと批判された。陳根消門下には、大森人と信仰が深かった、深し若水がいる。大陽名大妖名明与明中期、大森人は、主記が利を極めるために掲げた方法の一つである、大学の、 格物父について新しい解釈をもたらした。主記は、格物を物に隠るとして自物に存在する理を一つ一つ体得していくとしたのに対し、大森人はこれを物を隠すとし、陸球淵の心即理説を引用して、理は自自物々という心に外在的に存在するのではなく、自自物々に対している心の内の発動に存在するのだとした。 父については、孟子にある、領地を、先天的な道徳地とし、その領地を遮られることなく発揮する、松室義友だとした。そこでは、地と実践の同時性が強調され、地行道一が唱えられた。松室義友の工夫として初期には生崎義臣を、教えたが、ともすれば門人が、善に流れる兵があるのを鑑み、こと情まれんを説いた。同学の、 成人、学んで至るべしに対し、人は、本来的に成人であるとする、万外成人という、新たな成人感をもたらした。王の利人の学は、陽明学派として一派を成し、世に流行することになった。この時代、手記の利器言論に対し色いが唱えられるようになり、気の位置づけが高められ、利を、気の運行の上理とする主張がなされた。 道学的な枠組みに準拠しつつこの説を唱えた代表的な人物として、ラ・キンジュンがいる。大森人などは、症状の気によって構成される世界を我が心の内に包括させ、世界と自己とは同一の気によって関応するという万物一体の日と死を主張した。さらに、このような気一元論を徹底させたのは、王帝章である。彼は、 元気を根元的な実在として、主気の理説を批判し、元気の上に物なく、道なく、理なしとして、気の優位性を主張し、人生論においては、人の性は気であって、理ではなく、善悪を共に備えているとした。理に対する気の優位性が高まる中、気によって形作られるとされる日常的な心の、動きや、人間の欲望が肯定されるようになっていく。 大うのも晩年、心の本体を、無善無悪とする説を唱えている。弟子の王妃はこれを発展させて、心、意、知、ものすべて無善無悪だとする四無説を主張したが、同門の千徳広は、意、知、ものについては、善をなし悪を去る自己収容が必要とした四、有説を主張して、これに反対している。以後、無善無悪からは、大牛虎の大衆学派で、 情や人欲を肯定する動きが顕著になり、民末のリニエに至っては、千一位ファン、すなわちこれ人倫物理と、人欲が完全に肯定された。さらにリニエは、印象的な価値観すべてを否認し、大森人の領地説を修正して、同心説を唱えることで、孔子や六教、論語、文さ再否定するに至った。当輪学派社会、経済が、 危機的状況に陥った民末になると、社会の現実的な要求に応えようとする、当輪学派が起こった。彼らは、陽明学の心即利や無善無悪を批判しつつも、人欲を肯定する立場を認め、社会的な欲望の調停を利としていく流れを作った。彼らが行った、君主批判や地方文献論は、新書の形成松室用の学へと結実していく。 その思想は、東林学派の一員である、高武その子で、流宗宗の弟子である、高宗義の、民、恵比寿町法録に総括されることになる。主元償の六悟空きは、儒教が、主大部から庶民へと世俗化していく時代である。主元償は六悟を発布して、儒教的道徳に基づく、合存秩序の構築を目指し、義民や講師、切符の検証を行った。 秋代中期以後、合約、歩行による、合民同士の教家語助組織づくりが、盛んになり、大森人や東林学派の人士も、その普及に尽力している。これにより、儒教的秩序を合孫社会に徹底させることになった。一方、大森人と、同時代の高タスクは、合孫社会で用いられる、合礼を作るため、手記の、彼を参考に、対戦合礼を表した。 主期の、カレーは元から明にかけて、おかふかし、カレー節の改良を経ながら次第武装の儀礼として、流行していたが、民末、相続という家族形態とともに庶民にまで普及した。オウシトラの大衆学派には、娼婦や唐匠、伝父などが名を連ねており、儒教が庶民にまで広く浸透した姿が伺える。秋尾は書に対する研究が盛んな時代であったが、 中期以後、継書に対する実証学的研究の方がも見られる。梅は、証書行為を表し、通行の古文証書が義書であることを証明しようとした。人代は、孟子孔音公を表し、音韻が歴史的に変化していることを明言し、古代音韻学研究の道を開いている。明朝滅亡と異民族の身朝の成立は、 当時の受学者たちに大きな衝撃を与えた。民の維新たちは明滅亡の原因を理論的な空団に走った進学にあると考え、実用的な学問、形成松室用の学を唱えた。その代表は、高葬儀や講縁部、王府のである。彼らはその拠りどころを、敬所、司書に求め、六教への回帰を目指した。そのアプローチの方法は、実時休税であった。 彼らの方法論が、やがて実証的な古典学である交渉学を生む。一方、顔元は、出資学、陽明学ともに批判し、成人となる方法は読書でも星座でもなく、修行であるとする独自の学問を起こした。格物の、格についても、手格モロジュースの、格と解釈して、自らの体で動くことを重視し、実践に基づく。 公天的な人格投矢を主張した。顔元の学は、弟子のりによって剣伝され、香り学派と呼ばれる。こういった新書の思想家たちは、理ロ論上、一様に、木一元論であり、朱子学や、陽明学の先天的に存在するとした、理を、論理的な存在として知り添け、現実世界を構成する、木の優位を主張して、人間の欲望をも肯定している。 このように、秋を中期以後、期一元論の方向性で、諸説ふんぷんたる様相を見せている、理議論は、その後、大神が、理を、期が動いた結果として現れる条理とし、期によって形成された人間の欲望を社会的に、調停する、筋目と定義するに至って、一応の決着を見る。交渉学清の支配が安定してくると、実学よりも、継承をはじめとする古典を、 実証的に解明しようとする交渉学が起こった。激励は、趣旨学の主観的な継承解釈を批判し、継承を持って、継承を解釈するという客観的な継承解釈の方向性を打ち出し、四書改め策を表して、手記の四書失中を攻撃した。円和家は、小書子文書書を表して、 ニセコ文章書が偽書であることを証明し、ニセコ文章書に基づいて、人心同心説を掲げる趣旨学に打撃を与えた。恋は、液図名弁を着手趣旨学が重視した、対極図や、先天図、カトラク書といった、液学上の図が本来、儒教とは関連性がなかったことを証明した。彼らの学は、実証主義的な解釈学たる、交渉学の礎を築いた。 県流、下経年間は交渉学が流生した時代である。その年後から犬よ義美の学と呼ばれる。古演部の流れを組む、節制学派がその主流であり、恵み旨をはじめとする祖舟府を中心とする、呉れ派、奇舟府出身の大神羅の影響を受けた、漢派がある。彼らは、音韻学、文字学、交換学や、霊学などに長じていた。 特に五感の名物訓子の学を特徴とする古文学に基づいており、漢学とも呼ばれる。一方、高層儀の流れを汲む説盗学派は私学に長寿その代表である小学誠は六教見なしの説を唱えて、京書の私学的研究に従事した。やや遅れて、玄元,元をはじめとする洋州学派が起こり、犬井義美感学を発展させている。以降になると、 上習学派の全館今文学が流盛した。彼らは今文教こそ、孔子の真意を伝えているとし、犬よ義美の学がをもんじる、古文系学を排除して今文業を、ひいては孔子へと回帰することを目指した。その拠りどころとする、供養を学ぶに見られる、社会改革思想が、新末の社会主張に、大きな影響を与え、行為をはじめとする、 変法自教運動の理論的根拠となった。アヘン戦争の敗北により、西洋の科学技術、生学を導入しようというヨウム運動が起こった。ヨウム派官僚の祖国藩は、趣旨学を重んじて六教のもとに、総学、漢学を研取りすることを主張し、さらに民末新書の王とこれを検証して、実学の必要を解いた。蝶のラは、 行為の学説に反対して、感覚編を表し、性学を導入しつつ体制教学としての儒教の形を守ることを主張している。穴教運動行為変法自教運動を進める。行為は、孔子会成功を表して、孔子を儒明改正者として検証し、儒教をヨーロッパ風の国家宗教として再解釈した穴教を提唱した。のアナ教運動は、 年号記念を廃して、公式記念を用いることを主張するなど、従来の体制を脅かし、新朝から危険視されて、公師改正校は、発禁処分を受けた。変邦派の中でも穴教運動は、受け入れられず、これが、変邦運動挫折の一因となる。しかし、侵害革命が起こると、行為は、上海に穴教会を設立して、布教に努め、穴教を、 中華民国の国境にする運動を展開した。彼らの運動は信仰の自由を掲げる反対派と衝突し、憲法起訴をめぐって大きな政治問題となった。その後、1917年、長君の清志門副壁のクーデターに関与したため、アナ教会はその名声を失った。皇位が唱える公司教運動には、弟子の陳管師が積極的に賛同し、 中国、アメリカで活動した。この他に賛同した著名人として元服がいる。新聞化運動1910年代後半になると争いを繰り返す政治に絶望した知識人たちは文学や学問といった文化による啓蒙活動で社会改革を目指そうとする新聞化運動を起こした。雑誌、新青年を主催する陳独秀、クレオソレ、ロジンラは 穴テ天打刀をスローガンに、過不調整的な修法制度や男尊女卑の思想を持つ、儒教を排斥しようとした。一方、雑誌、学校を主催する柳印、くれ、バイクを進む、小崎羅学校派は、儒学を中心とする、中国伝統文化を近代的に転換させる、ことによって、中西を融通する新文化を構築することを、主張している。 新末から流盛した今文学派による古典批判の方法論は古籍に対する弁偽の風潮を起こし、1927年古結合をはじめとするギフルパが、軽書や古紙の偽作を論ずる古紙弁を創刊した古結合は、焚木を積んでいくと、後から乗せたものほど上に来るという比喩のもと、古紙伝承は、 類想的に古いものほど新しく作られたという説を主張し、行、春、を中国史の黄金時代とする儒教的歴史観に染まっていた知識人に大きな衝撃を与えた。さらに宣言道は六教は宗教と無関係であるばかりでなく、孔子とも無関係である論じ、孔子と六教の関係は完全に否定されるに至った。 マルクス主義的無心論を掲げる中華、人民共和国が成立すると、儒教は革命に対する反動であるとして、弾圧の対象とされた。特に文化大革命期には、非倫飛行運動として、徹底弾圧された。多くの学者は海外に逃れ、中国に泊まった熊重力は、激しい迫害を受け自殺したと言われる。儒教思想が、 社会主義共和制の根幹をなすマルクス主義とは、相入れない存在と捉えられていたためとされる。なお毛沢東は、三国史を愛読し、曹操をとりわけ好んだと言われるが、曹操は、三国時代当時に官僚化していた呪者及び儒教を、通列に批判している。再評価と、儒教社会主義だが、21世紀に入ると儒教は、 弾圧の対象から保護の対象となり再評価されつつある。孔子を、その思想を別論として、国際的に著名な教育者と評価し、2004年、中国国外の大学などの教育機関と提携し、中国語や中国文化の教育及び宣伝、中国との友好関係情勢を目的に設立した、公的機関を、孔子学院と名付け世界展開を進めている。また、 2005年以降、孔子の生誕を祝う祝典が国家行事として取り行われ、論語を積極的に学校授業に取り入れるようになるなど、儒教の再評価が進んでいる。文化大革命期に徹底的に破壊された、儒教関連の史跡及び施設も近年になって、修復作業が急速に行われている。他にも改革開放が進む中で、 儒学や老僧思想など広く中国の古典をもとにした解釈学である国学が中華民族の優秀な道徳倫理として再評価されるようになり国学から市場経済に不可欠な商業道徳を学ぼうという機運が生まれている国家幹部は儒教を真剣に学ぶべきだという議論も生まれているダニエル・エベル北京聖華大学哲学教授によれば近年 中国共産党は、儒教社会主義、または新儒教主義、宋の時代にもあったを唱えている。朝鮮の儒学者朝鮮は、本家中国以上に、儒教文化が深く浸透した、儒教文化圏であり、現在でもその威風が、朝鮮の文化の中に深く残っている。それだけに、恩師に対する、礼は深く、先生を敬う、当儒教文化が良い意味で深く浸透しているという。 意見もある。李氏朝鮮の統治階層であった両パンは自らを儒教の継承人とみなし、儒教の浸透に深く関わった。19世紀末の家去の風景漢王朝の時代に儒教が伝播したが、統治から著名な儒家を排出することはなかった。10世紀に李朝が成立すると儒教制度が本格的に導入され、 政治領域をはじめ教育、学術、文芸、文化風俗などにおける影響力が強くなった。しかしながら、仏教や道教と比較して絶対的優位とはならなかった。15世紀に後霊長が成立すると、仏教、道教に対する儒教の優位性が確立され社会の各階層に浸透した。これに伴いベトナムは、東南アジア的な性質を徐々に失い、 中国文化圏としての色彩を強めるに至った。18世紀から19世紀にかけては、儒教の影響が最も強くなった。17世紀から19世紀にかけて、評価つかん、はむ気圧師、くれときと文長し特定などの著名な儒家を輩出した。日本では、儒教は学問として授要され、国家統治の形成催眠思想や、 帝王学的な授業をされたため、神道や仏教に比べても、宗教として意識されることは少ない。ただし、年賀状のような儀礼がほぼ、儒教文化圏に限られるように、自覚されない文化的行為の中に、儒教的な考え方が、東アジア共通のものとして、規定的にあると考えられる。日本に儒教が伝来したのは、五世紀の五教博士によってである。 朱子学は関石に紛れて輸入され、僧侶に学ばれた。藤原聖華と林羅山は仏教から朱子学に転じ徳川幕府に仕えた。近世の代表的な朱子学者として、谷寺中、南村梅賢、野中健山、荒井白石、室急僧、雨の森宝州などがいる。荒井白石やお牛宗来は政治にも深く関与した。朱子学は、 漢性医学の金により、感覚化された。朱子学は庶民にも広く学ばれ、大阪では町人により、開徳堂が開かれた。山崎安斎や貝原駅剣は、朱子学を学びながらもそれに疑問を呈するようになっていった。中江当時は、陽明学に転じ同学を教え、大見聖人と呼ばれた。弟子の熊沢万山は、農本思想を説いた。 山賀祖公は性学を創始し、孔子本来の教えに立ち戻ることを主張した。伊藤仁才は、道徳とは、性即理によるのではないとし、日常的生活実践としての忠広を重視した。小牛ソライは、霊学形成の道とは、聖人が制作したものであり、その制度を、現在の政治に実現することを説いた。ソラの弟子には、文人の服ッ南角や、 経済録の打宰瞬代がおり、後世には、元織の長や、海保政寮らの形成化に影響を与えていった。海徳堂では、中井畜山らが、朱子学を教えたが、中井理研など、朱子学に疑念を呈する者や、富永中本や山形番頭など、儒学をはじめとする宗教を否定する、合理主義者が現れた。昌平坂学問書の佐藤一斎は、朱子学の他に、 陽明学を治め、渡辺火山、佐久間正山、横井正南ら爆藩体制秩序の破壊を試みた、弟子を輩出した。陽明学者の大塩平八郎は、大塩平八郎の乱を起こして、幕府に挑戦した。尊王思想は、古学派にも邦画が見られ、元織ノ長平田厚種、雷三葉、ガム君平、高山被告郎 林氏平らによって展開されていった。朱春水を招いて朱子学を研究していた。水戸徳川家では、大日本史編纂の過程から、水戸学が形成され、藤田東子、藤田裕子くらが、尊能思想を展開した。相沢聖司祭は、新論で、尊能上位思想を体系化し、幕末の志士に伝えていった。吉田松陰は、その一人であり、申し、 水戸学、陽明学を松下村塾で教え、弟子からは高杉新桜倒幕の志士が現れた。明治維新の志士たちは水戸学や陽明学を信奉していたから明治以後にも研究が行われた。井上哲二郎は朱子学、陽明学、古学を研究した。漢学者の元田長ザは教育直後を起贈したが天皇の教えという形を取りながら、 実質的には、儒教道徳を説いた。天皇制国家と国家神道が作られてからも、政府中枢に、官学者がおり、例えば、安岡マサツは、終戦の象徴に関与した。民間右翼の中に儒学をもとに、尊王思想を説く者も,もあった。村岡常ねや津田総吉や松地哲郎らは、日本の儒教を研究した。戦後は、 江戸時代に近代化に反対した人々の思想という位置づけがなされ、丸山正浦によって批判的に研究されたほか、マルクスのアジア的停滞性論も広く受け入れられた。そのため、歴史的な存在として儒教が学ばれたり、ビジネスマンの諸生術、教養として論語が読まれるにとまる。宗教社会学者のマックス・ベーバーは、プロテスタンティズムの倫理と、 資本主義の精神で、西洋の近代化の原因はプロテスタンティズムにあるとしたが、その他の地域でも同様の研究を行っている。アジアについては、儒教と同教で、儒教は合理主義的だったが、プロテスタンティズムのような厳格さを持たなかったため、東アジアは近代化しなかったという趣旨のことを述べている。また、マルクス主義では、アジア的生産様式によって、 中国ではアジア的停滞が引き起こされ、近代化は起こらなかったなかったという。カール・ウィット・フォーゲルは、それがアジア的先制を生み出したという。一方で、1990年代以降、中国の改革開放の成功やアジア四昇流の台頭を迎えると、リーク・アンユーやリト投キなどは、儒教が近代化の原因だと述べた。儒教の長い歴史の間には、古文、 今分の争い、もに服する期間、仏教との思想的関係、理や気の捉え方など様々な論争がある。現在の学術研究、特に日本における論争の一つに、儒教は宗教か否かというものがある。現在、儒教は倫理であり、哲学であるとする考えが一般的だが、申し以降転移によって全てが決まるとも解かれており、これが、 唯物論と反する考えになっているという指摘もある。カジノブユキなどは、宗教を、死生観に関わる思想と定義した上で、祖先崇拝を基本とする儒教を宗教とみなしている。しかし、いずれにせよ、その唱えるところは宗教に酷似しているため、抗議の宗教と結論づけることも可能なのである。 儒教が宗教家が法廷で問われた例として、イタリ性病をめぐる裁判があり、日本の最高裁は、イタリ性病を宗教的施設との判断を示した。ありがとうございます。